い、こんにちは、ひもちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。ひもチャンネルでは下関の情報やお魚の情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで本日は新しい試みということで行ってみよう。レッツゴー、ライジミー。今日は新しい試みということでタイトルにもあるんですけども、山西水産のパートさん募集イエイ。今日はねパートさんと募集ということで動画を撮らせていただいてます。これね違いやでもこの YouTube を投稿するのはこうルーティンになってるから、流れ的にも別に全然いいのかなと思うんですけど、一緒に働いていただいてる方から YouTube 何あげようって悩んでた時に、パートさん募集したらどうですかって言われてやってみますパートさん募集しております。水産加工員ということで主にフグの加工品を製造のお手伝いをしていただいたり、発送のお手伝いをしていただいたりするお仕事になります。もちろん下杉ふぐや山ちゃんがいますんで、基本的にはですね YouTube の補助とかしてみたいよとかそんなね物好きな方がいらっしゃいましたら、ぜひ山ちゃんで山ちゃんのところで働いて下杉とかいろいろやることはいっぱいあるんですけど、まあ本当やりたいことをねやっていただいてもいいかなと思うんですよね。新商品開発とかも私やらせていただいてるんですけど、例えばねこんな感じでいろんなデザインとか作ったりとかね、そういうのもあれですよ、本当手書きで全然いいんですけど、可愛いキャラクター描いてきましたよとか、こういうのをね僕もいろいろ編集ソフト、動画編集ソフトとかね画像編集ソフトとか使ってる関係でこんな感じで作ることはできますんで、なんかそういうお手伝いとかねしたいよとかいう方いらっしゃったらね、本当に、まあ、パートさん募集って言ってますけどスポットでねなんかこんなことできますよとかいう方いらっしゃったらもうぜひお声掛けください。デザインからいろんな商品考えてもいいかなって思ってるんですよね。今回は逆なんですけどね、やっぱこういう作りたい商品があってそれに伴って可愛いキャラクターがいたらいいかなって思ってデザインをね作ってるんですけど、そういう新商品の開発も全然お手伝いしていただきたいですし、製造とね発送もありますんで、よかったらね山西水産リンクにね求人サイト貼らせていただくんで、よかったら暇つぶしにも見て働いてもいいなって方いらっしゃったらぜひお願いします。ということで今日は新しい試みということでパートさん募集をさせていただきました。また動画見てくださいね。バイバイ。